うちの孫は問題ばっか持ってきやがる。ほら、かかってこい。めちゃくちゃ速い。あ、でも予想通り転がったな。その線から出たら、俺がわしに触れられなかったのはよ、わしが結界に守わしはおめえを捕らえてんじゃねえ、ぶっ殺してんだ。ほら、ちょっと線から出ちまうぜ。どうした、その中じゃ自慢のスピード。ババアがババアにクソババアって言いやがったな。あばよ、せえぞ、今バカ殿見てんだろうがよ。そんなことよりちょっと話あんだけど。バカ殿は日本の宝だぜ。悪霊ならぶっ殺したぜ。おいおい、おめえ幽霊なんか信じてねえだろうがよ。異様だったぜ、あまりの霊気の強さに。と、何か強い執着を持ってその場所。やつらは自分のテリトリーの中ではほぼ最初も自爆霊とはまともにやり合わねえ。あのトンネルには、それがどういうことかわかる。ターボババアと自爆霊が、おめえは日常に戻れ。ケンさんっておめえ、いや違うから、こいつのことじゃない。ターボババアと鬼ごっこしろ。そいつはできねえな、そもそもわしは手伝えねえ。こいつはラーメンじゃなくて、せえしろや。いや、これマジでヤバい案件。ダメじゃん、やべえな、わしも入れる。やるな高倉健。でもこれはあんまりだ、さっさと解放されたいっす。桃、おめえ超能力に目覚めた時、むばあちゃん、なんだこりゃ、耳から宇宙人なんかいるわけねえだろ。だいたいおめえがそんなだから、一回こと持ってくんだろうがよ。死ぬなよ。